普段着で来てしまってセクシーですR1 で優勝させてもらったので次は K1 で。本日のゆりやんさん、衣装のポイントはどんなところでしょうか？薄く透明のネイルをしてるんですね。そちらの部分がポイントということで、はい、こちらは、すいません。色のついてるところ。すいません、普段着で着てしまって。鈴木選手、ご覧になれていかがですか？そうですね、セクシーです。岡部さん、同じ女性目線からご覧になられていかがですか？そうですね、前回よりも、前回というか前よりも大胸筋がついてきたなっていうふうに思います。大胸筋の何かトレーニングなどはされてるんですか？はい、岡部友先生の下で、ありがとうございます。すいません。鈴木選手見られていかがですか？バッチシです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりやんさんは下着のモデルだったり、今回のラウンドガールなどビジュアル方面での躍進が続いていますが、次なる目標は、やはり、去年2021年に R1 で優勝させてもらったので、次は K1 で、K1 です。次は K1 ということで、はい、ありがとうございます。